回訪れたのは泉葛城山。大阪府と和歌山県の境にある標高858メートルの山。ゴリッちゃんたちと岸和田で待ち合わせをして葛城山に向かいます。緑が増えてくると霧がねちょっと出たりして、で普段ね霧とかなかなか見ることないので、みんなうわーマイナスイオンやって喜んでね霧を堪能してたんですけど、ものすごいムクムクしてたんですよ。ものすごいムクムクして心が現れるようやとか言ってたんですけど、普通に物燃やしてる煙やってね。あ、この辺りですね、この辺り。これこれこれ。加湿器ぐらい出てたからね。そんな出るわけないやんって。この夫婦と遊ぶと必ず雨が降るんやけど、だいぶ雲行き怪しくなってきてる。冬場にゴリちゃんたちが来た時は市場が濡れてて、とにかく滑りやすかったって言ってましたね。道の真ん中に苔が生えていて、ずっとしっとりしてるんかなって。バイクで走ってるとですね、妙な池があるんだ。ジメーっとしてるわけですね。あれー、やだなー、怖いなー。バイクで転んだら痛いだろうなーと思った瞬間、うわー、これ右側やで。いけるやん。いけ、余裕やん。余裕やん。じゃあこっち行こうか。いや、マジかよ。これはやばいやろ。こっちやばい。いや、こっちは全然いけるよ。これ何で通ってるの？バイクで通ってるの？そうそう、バイクで通ってる。その、あんなも全部バイク。ここバイクめっちゃ集まる。ほんで、あの、林道がいっぱいあるの。上がらんと思うんやけどな。いや、ちょっとこれきついな。おー、怖い怖い怖い、これやばいな。やばい。え、行くん？ちょっと待って、2回目は無理かも。いや、怖い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 。あー、そうなんだ。そう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 。そうそうそう、いけるか。すごいすごい、それでもすごいわ。やっぱりビビってまんの。そうやろ、掘ってたもんなんの。そうやろ。
そう、こんなとこで、うん、ちょっと小粒やけどイチゴ好きって言ってたから食べよ。みっちゃん農園やん。みっちゃん農園セレブ感半端ない。やろう。もう真っ暗気がすげえ。あ、でもええ気持ちいいやん。緑やな。すごい綺麗。この白。うん、一緒に行ったんだよ。松尾の。すごい顔してる。味わられへんこの感じあるやん。スリルみたいな、うん、たまらんのですか。お待たせいたしまして、たまらんのですね。まずはな、知らんとさ、いいとか悪いとかわからんから、うん、一回行ってみたいな。そうやな。ただまあ、だから晴れとったらまだな、いいんやけど、このぐちゃぐちゃが嫌やな。滑るんかな。無理はせんから。そうそう、無理はせんとこ。止まったら多分ギブかなと思ってます。まず今ここはだから一発目の、だからちょっと相談ポイントかな。小手調べ今は大丈夫でした。まだいけそうな雰囲気やった。まだいけそうな雰囲気やな。わかりました。まだいけると思う。多分まだいけると思う。ミスターキープだな。ミスターキーだかな。うんうんうん、ありがとう。ナンバープレート気ぃつけてな。あ、そうやな。
まだいけるで全然。待って、危ない。水危ない。うん、水溜まってるわ。じゃあ、しゃあないな。ほんまはいけるんやけどな。危険やからな。もうこっからこんなんが。晴れた日に来ようか。晴れた日に来ようか。リベンジでな。これやばい。どうだどうだ。やばいな。これツルン行きそうやな。え？ツルンになって、ああ。ここな。ここの下、まあ、そうまだ行けるけど、まあ、途中の木で引っかかるっていうミラクル起こす木も。さあ別に晴れた日で水たまりはあんねん。そうなん、うん、ここまでひどくない。えここまでひどくないってこと、うん、ここまではひどくないかな。えこの先行ったことあんねやんな。うん、この横にこんな行くなとか言われてる。ほら雰囲気、これ殺人事件やったらもう絶対あかんみたい。これほらこんなん出てたのに行ったからそんなことなんねやんみたいなやつやな、これ。そうやな。今日はじゃあ先生がおっしゃるならちょっと、うん、いや一人やったら行ってるで。一人やったら行ってるけど、もうその代わりもうトロトロになるから。一人やって行ってる。行ってないと思って撮っとこうか、ここ動画。いやいいいいいい。でなんか愛する嫁が待ってるしな。そうやね。無理はさせられへんね、やっぱ人妻にな。そうじゃな。今日はいたんな。今日はいたんな。晴れてる日に。でも晴れてる日やったら私行けそう。この感じどう？どうやろ。行ける？行けそう。え埋まるってこと？え埋まるってこと？埋まるよ製品が。こんななんちゅうの。こんな道でも別にうわーと思うか。だけどここまでこれ時点で多分もう行けると思う。多分行けちゃうね。だってよしこなんかもあの道でも無理になってるやろ。そうなん。うるせえやん。もう無理。でもあれスクーターやもん。まあまあせやけどな。じゃあちょっと今回もね一旦っていう感じ。撤収。撤収。下りの方が怖いんか。下りの方が怖いな。うおー、下りの方が怖いな。そうか、帰らなあかんねんな。